ポリギロスはギリシャの中央マケドニア地方のハルキリキ県の県都であり、位置はテッサロニキの南東にあたる。町はホロモンタス山の南西部の高原上にあり、町の北側にはテッサロニキとアルネアを結ぶ道路が通っている。人口は1721人、面積は470.933、平平方メートル。ポリギロス市内にはポリギロス市外の他に、 カリベポリギル、オリントス、タクシャルキス、ブラスタマの集落が存在する。ポリギロスの街の名称の由来には、様々な説が存在する。健康に良い気候であることから、とてもを意味するポリと、強いを意味するゲロスを組み合わせたという説や、古代の神殿がこの地域に多いことから、多いを意味するポリと、神聖なを意味するイエロスを組み合わせたという説などがある。また、 この地の所有者であったポリアロスという人物に由来するという説もある。現代のポリギロスの町の周辺には古代都市アポロニアが存在した。アポロニアはオリントス主導で構成されたハルキディキ共同体32都市の一つであった。ハルキディキ共同体は紀元前379年にスパルタによって崩壊され、紀元前348年には ハルキリキ地方一帯はピリッポス2世によってマケドニア王国に併合された。その後、紀元前168年にローマ帝国の支配下に入った。ポリギロスの町自体は、紀元5080年頃に東ローマ皇帝ニケホロス3世ボタネエアテスの皇帝直所であるクリッソブロンの中で初めて言及されている。1430年には、 他の東ローマ帝国領と同様に、オスマン帝国に併合され、セラーニク県の一部となった。1821年5月17日には、オスマン帝国による町の支配に対して、ポリギロスの住民が反乱を起こした。1854年の反乱では、町の住民のほとんどが反抗したが、失敗に終わった。第一次バルカン戦争により、ポリギロスの町はギリシャに割場され、 現在に至っている。ポリギオスはカーニバルで有名であり、ギリシャ各地から観光客が訪れる。近郊のパナギアと呼ばれる場所では、8月15日に有名な宗教儀式も行われる。また、民族音楽やダンスも盛んであり、私立音楽学校では、クラシック音楽や現代音楽などが教えられている。ありがとうございます。